切り捨てるか。しばしお待ちくださいませ。新しい趣の音曲を奏する者が入りまして控えてございます。董卓様、お待ちしていたのはまさにこの時。まずは私朝鮮の奏曲でその鋼鉄のような強固なお心をとろけさせていただきます。技巧を奔放にしてその情を豊か、いよいよ音を奏でる。なんという美しいお顔。あなたは暴虐の極みにあって真の美を知るお方。董卓様、お覚悟。その年にして史上の奏曲、女将にして先行の切先、いずれも他者の命によってなせる技ではあるまい。ならばいかなる己の一念か。中華三千年に君臨したあらゆるお方がいかなる名を後世に残すか簡単を砕き続けてきたのに、あなたはまるで意に介さない。でもそんなあなたを死に至らしめる者の名は必ずや。歴史に刻みつけられる。それがたとえ女の名であろうとも。その程度の牙とその程度の毒で我が命に届くと思うていたか。名を名乗れ。妃として乞うてやる。